はいどうも、タケプラスのタケルです。今回はアップルの発表会 WWDC23 を3分でまとめます。それでは行きましょう。まずは MacBook Air 15インチが登場。 M2 チップ搭載で画面は 15.3 インチと大きいです。バッテリー持ちは18時間でカラーとかも変わんないけど、大画面が好きな方には魅力的。価格は 164,800円で本日予約開始、6月13日発売です。そして新型 Mac Studio M2 Max チップに加えて M2 Ultra チップも搭載可能。とにかくモリモリスペックにできるから、デスクトップで Mac をゴリゴリ使う人にはぴったり。価格は 298,800円からで本日予約開始、6月13日発売です。そしてついに登場 Mac Pro。 M2 Ultra チップが搭載されて、最大6枚のディスプレイに出力ができます。サンダーボルト4端子はなんと8個も搭載されていて、超モンスター。拡張性に優れてて、後からストレージとかを追加することも可能。マジで怪物。価格もなかなかで、148,800円からで本日予約開始、6月13日発売です。そして登場 iOS17。 いろんな新機能が追加されたんですけど、特に気になるのが着信画面のカスタマイズ。友達や恋人の画面を変えることができちゃいます。さらに留守番電話の内容を画面に文字起こしすることもできちゃいます。これもすごいと思ったのが AirDrop の新機能で、 iPhone 同士を近づけるだけで連絡先の交換ができちゃうネームドロップ。昔の赤外線通信みたいな機能が搭載されました。これ超便利じゃない？そして iPhone を横向きにしたら置き時計のように変わるスタンドバイ機能も搭載。時計を表示したりカレンダーを表示したり、スマートディスプレイみたいに使うことができます。そして Siri もリニューアル。これまで Hey Siri って言って起動してたけど、それが Siri だけで良くなります。間違って起動しないかがちょっと心配。そして純正の日記アプリジャーナルが登場。これも日々の記録にめっちゃ役立つと思います。対象機種は iPhone XS 以降、 iPhone X と8は残念ながら対象外。次に iPadOS17。 ついにロック画面のカスタマイズに対応しました。ウィジェット置いたりもできるし、他にも細々と進化はしているので、着実なアップデートになりそうです。次にアプローチの OS、WatchOS10。 アプローチがついにウィジェットに対応しました。デジタルクラウンを回すことで表示できるので、かなり便利に。さらにスヌーピーとかいろんな文字盤が追加されたり、マインドフルネスアプリでメンタルケアまでできちゃいます。次に MacOS そのまま、デスクトップにウィジェットを置くことができたり、ウェブ会議の画面共有中に顔を表示させたりできる新機能が登場。これらすべての OS は秋にリリース予定です。そして今回の目玉が Vision Pro、 Apple のゴーグル。でもこれ VR でも MR でもなくて、空間コンピューターって呼び続けてました。視線と手と声で操作ができちゃう新しいデバイス。よくあるコントローラーは不要です。これ完全に視界を塞ぐわけじゃなくて、人が通ったりしたらちゃんと映し出してくれたり、現実世界と完全に切り離すことがないのが素敵。 Mac の画面を表示させたり、いろんなことができそうです。高裁認証でロックを解除したり、ディスプレイ自体も 4K 以上の超高精細だったりと盛りだくさん。約50万円からでアメリカで来年発売されて、それ以降に世界各国でも発売予定です。とにかく今回ほんと盛りだくさん。気になる機能やデバイスがあったらぜひコメントで教えてね。ではまた次回お会いしましょう。以上、タケルでした。バイバイ。